元気ですか、えー、皆さん今日もですね、ムガルチャンネルはですね、福岡から自分のムガルギャラリーから放送しています。えー、っとですね、5月15日、私の誕生日だったので、 もうたくさんの方々は、ですね、もういっぱいですね、私のメッセージを送ったり、プレゼントを送ったり、まあ、いろんなことをですね、勉強になりました。なぜかって、1つですね、私の還暦である、還暦って日本でやっぱりね、みんなもう赤いパンツを履いてなんか、ね、赤い洋服で着てなんかお祝いするっていうのはこうなんか決まり事あるってこう聞いたこと、まあ、何人友達のですね、パーティーに還暦にあの参加したことありますけど、ま無駄邪魔するかどうかって、まあ、今、コロナの時代でですね、ちょっとできないんですよね、それは。 だから私はですね、本当にいずれもコロナがちょっと落ち着いてきたらですね、あのまた港パーティーをしてやりたいと思います。まあ一つですね、あのー、5月15日でこれ、すごい日だっては私、後で分かったんですけど、皆さんからメールの中で来てですね、 さんあたすごい日に生まれてきたねって言って何ですか、5月15日、沖縄返還の日だって。そしてもう一つです、ね、世界的に、泣く場の日って、泣く場って何か皆さん分からないけど、ウィキペディアで調べたら分かると思いますから、これ基本的に、ね、イスラエルとパラシチナが初めて、もうね、領土争いやって、もう国を作るために戦った日なんですよ。でたくさんの、まあ、パラシチナ人が犠牲になって、まあ、そこで侵略というかね、イスラエルが無理やりその国を作ったということですね。 でまさか私の誕生日の時にこに、本当に、ね、5月15日からまた同じことを繰り返しかってです、ね、まあ、イスラエルがこれほどパレシナに空爆しながらですね、 無差別にたくさんのいいところしましたね。だこれ本当に戦争終わるかどうかってですね。これは非常にもう戦争終わらないと思います。私なんかもう何千年も戦ってきてるからですね。これは前も言ったんですけど、やっぱりこのパレスチナ人、ね、ユダヤ人とイスラム教徒のパレスチナ人、アラブ人ですね。これ同じですね、アブラハムの子孫であるからですね、お父さんアブラハムです、ね。お母さんだけが違うんですね。 長男のイシュマエルのお母さんがハガルでエジプト人で、そして次男のお母さんがイサハクのお母さんがサラでヒブライ人で、まあ、2つの民族がですね、の子孫の争い、領土争い、権力の争い、もともとはですね、これは本当に移動で争ったんですよ。水があるところで奪い合い。 で、水があるところで、この領土が多いところを自分がイスラエルのものにしたい。そしたら、まあ、ユダヤ人の土地であるとか、そして、もう移動で、もう、あの、水を販売するとかですね。もう非常にこれ、水は宝物だったんですね。昔は砂漠の中に水はない時代ですから。そして今の時代になったら、もうこれね、中東でも油が出てきたんですね。え、なんで油があってね、アブラハムの子孫かもしれませんけど、確かにアブラハムの祝福された民族であるから、 やっぱり今の時代に油が出て、油で儲かってるんですよね。で、その油が多いところ出てるとか、全部おばヤー,ー今中東の争い、全部そうなんですよ。で、皆さんこれね、宗教戦争だとも言ってるんですけど、宗教じゃないんですやっぱり。宗教は同じですけど、ただ宗教では平和ならないんですね。私のおじいちゃんが昔言ったことあるんですけど、おじいさんに私聞いたんですよ。おじいちゃん、世の中はね、宗教で平和なりますかって,って言われたのは、いや、ならないって。なんでかってですね。基本的に考えてみるよって。 中東の全部ですね、もうサウジアラビア、ユナー、ドバイ、もカタール、もうね、あのパレスチナ、エジプト、もうこのアラブ連合とい、ね、うあの中東といわれる、全部イスラム教なんですね。同じアラの神様を信じています。同じ聖典、コーランを信じています。でも 平和ならならいお互いに殺し合ってる。だからまずですね、この宗教では平和にならないですね。似たようなことで、まあ、クリスト教世界にも言えるんですけど、同じヨーロッパでもですね、まあ今いろんなね、イギリスやフランスやドイツやアメリカやみんなねあの、聖書を中心とした、まあ、国家づくりなんですね。でもいまだにそのね、世界で争ってるんですね。だから宗教では平和にならない。 でどうやって平和になるかですね。もう私もこうね悲しいことでありますので、平和になるためにやっぱり人間ね平和の反対は前も言ったんですけど、平和の反対戦争ではないんです。平和の反対は。 不衛不,不,不満があるから人間がですね、自分が満足ができないところは、そこに愚痴出たり、また悪口言ったり、まあ、領土の起きる、いろんな、だから国家の不衛不満が、やっぱね、これが問題を起こしてるんですね。だから今もこれはイスラエルの国家の不衛不満がパラシチナに向かって出てるから、それと同じようにパラシナ人も同じように不衛不満、自分の国が奪われたから、早く自分の国を返してくれ、自分の家を返してくれって言ってね、一生懸命これ国連に訴えてますから、残念ながらこれはですね、問ですね。 問題は国連でも解決できないので、今、ですね、この問題解決するために、今世界中ですね、イスラム教の人たちはデモをやってますから、今度またですね、あの東京でいろんなね、イスラム団体とか平和団体がデモをして、ですね、やっぱり日本の国民のやっぱり、ね、理解してもらいたい。これ、パレスチナ問題イラン、イスラエル問題、これね、世界の問題でもあれと同じように、日本の問題でもあります。これがです、ね、なんか日本も 油できてる国ですから、だから油の子孫と理解しない限りは、日本にも大きな役割がありますから、ですね、ぜひその中東の問題を理解して、これからです、ね、平和を作ってくる日本の大きな役割がありますので、それは私、できれば毎日です、ね、このニュースを見ながら、今の事情状況を見ながら、ちょっとメッセージを送りたいと思っています。今日はですね、本当にムガルチャンネルがですね、福岡から放送しています。よろしくお願いします。